アイテム番号 SCP-365JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-365JP は現在サイト8181の中型生物アイテム収容室に収容されています。収容室の入り口には少なくとも2名の武装した警備員を常駐させてください。新たな実験は必ず SCP-365JP 研究主任の同意を必要とし、最低でも1名のレベル3以上の職員が関与しなければなりません。被験者の選定についてはドキュメント365JP TXT5 を参照してください。イレベル3クリアランス。SCP-365JP1 の全個体はそれぞれ人間型オブジェクト標準収容室。タイプ C1 に軟禁し、条件に適した知的労働に従事させます。対象からのすべての要求は中期検。人間型オブジェクト取扱手順。ino2 にのっとって許可。不許可の判断を下してください。その際、あらゆる要求は常にオブジェクトの脱走の危険性を生じさせる可能性をはらんでいることを十分に留意しなければなりません。万が一 SCP-365JP1 が脱走した場合、収容施設管理者は直ちに特別警戒行動プロトコル、NIBIRE を発動させ、対象を速やかに捕獲することになっています。その後、懲罰措置の実施が必要となります。SCP-365JP2 は発生後速やかに処分しなければならず、プロトコル、YATO が適用されます。イレベル3、365JP クリアランス。この手順の実行のために、アクシデント時には機動部逮捕、Q、打ち止めが出動することになっています。説明。SCP-365JP は、射精デスクトップコンピュータのフレーム20個が複合し形成されている直径 2.5 メートルの構造体です。フレームのそれぞれの各部分が剥ぎ合わされ、正十二面体が形作られています。常に床面から5センチメートルの地点で未知の方法によって浮遊しており、手で押すなどの単純な接触で簡単に移動が可能です。人工物であると想定されていますが、発生の経緯は未だ不明です。また、対象に対する熱、衝撃、化学反応を用いた、ゆる攻撃実験は現在まで成果を上げていません。通常の SCP-365JP は非活性状態であり、蒸気以外の特筆すべき性質は確認できません。SCP-365JP の周囲5メートル圏内にある一定の条件を満たした人間が侵入した時にオブジェクトは活性化します。この選定アルゴリズムは完全には解明されていませんが、これまでの実験により、編集済みのような一般に倫理的問題があるとされる事柄の直接、間接的な経験者が比較的高確率で選ばれることが判明しています。1、SCP-365JP は20個の個体に素早く分裂して被験者を円形に包囲し、その後、編集済み、オブジェクトは再び非活性状態となります。SCP-365JP1 は SCP-365JP の異常性質の影響を受けた人間です。対象は物理。肉体的には影響前と比較して何の変化も観測されませんが、知能面で大幅な発達を見せることが分かっています。被験者に対する数種の知能検査の結果は、平均値を大幅に上回る知能指数、IQ、ないし知能偏差値、ISS、言語理解、数学的理解、空間把握、状況判断能力の拡大、短期、長期記憶能力の向上による学習効率の上昇などの著しい成長を示しています。反対に、SCP-365JP1 は想像力、感受性、社会適応能力などのいわゆる、人間的情緒、と表現される感情面の働きが希薄または不安定になり、その反動として社会病室に酷似した激しい自己陶酔あるいは、
鬱状態となります。SCP-365JP に暴露してから1ヶ月以内に SCP-365JP1 は再び SCP-365JP に接触することを強く望むようになり、財団に対し総じて非協力的な態度を取るようになります。SCP-365JP に再度接触した SCP-365JP1 は、編集済み、され、SCP-365JP2 に変化します。SCP-365JP2 は SCP-365JP1 の脳皮質組織が未知の手段によって変質、肥大、突出化した繊維状変異体です。脳幹を含む SCP-365JP1 の肉体を中心として取り囲むように、SCP-365JP の形状を模していると推測されるいびつな正十二面体を形成しています。全長は3メートルから 4.5 メートルほどで、個体によってややばらつきが見られます。これまでに観測された個体のほとんどは SCP-365JP と同様に床面付近を浮遊しており、また素早くはありませんが未知の方法により移動することができます。オブジェクトに現在まで高度な知性は確認されていませんが総じて非常に凶暴であり、ほぼ全ての生命存在に対して無差別的な敵対反応を示します。周囲5メートル圏内に攻撃対象が接近した場合、SCP-365JP2 は付近の構成組織を自発的に切り離し、巻きついた繊維は対象への致死的な圧迫を開始するでしょう。SCP-365JP2 は生物的な新陳代謝を行うことが確認されており、その過程で一定量の腐敗ガスを生成します。オブジェクトはリンパ管を通してガスを SCP-365JP1 の体内に送り込み蓄積することで組織の崩壊を避けようとしますが、限界まで肥大化した SCP-365JP1 は SCP-365JP2 の出現から平均して2400秒後に爆発し、周囲に、編集済み、以上の性質から速やかな処分が必要であることがオブジェクト発見後の比較的初期に決定され、対象の効率的な終了のためにプロトコル、ヤトが構築されました。資料 SCP-365JP1 インタビュー記録インタビュアー博士対象 SCP-365JP1 24録音開始 SCP-365JP1 24さっさと俺を解放してくれ博士それはできません SCP-365JP1124あなたはいくつかの質問に答えて SCP-365JP1 24罵倒編集済みせめてそのまどろっこしい呼び方をやめろ俺の名前はだ博士申し訳ありませんがそれはできません SCP-365JP1 24クソ机を蹴り飛ばす博士、SCP-365JP1、24、仮に我々から解放されたとして、あなたはその後どのような行動を取ろうと考えているのでしょうか。SCP-365JP1、24、その気もないくせにそんな質問すんなよ。ほら、あれに会いに行くのさ。博士、あれとは、SCP-365JP のことでしょうか。SCP-365JP1、24、そうだよ。あのクソったれスクラップ野郎だ。俺はあれに会ってから随分と変わっちまった。随分と、だが後悔はしてない。今まですぐそこにちらついてても気づかなかったいろんなことが、手に取るようにわかるようになったからな。博士、その具体例を教えていただけますか ?SCP-365JP1、24。あんたには言葉で伝えたとしても全くわからないだろうさ。
これまでの人間の言葉では容易に言語化できない情報ってのが存在することを理解しなきゃ。俺の思考の糸口は1ミリたりともつかめない。博士、なるほど。あなたは新人類であると。SCP-365JP-1-24。その通り。俺は選ばれたのさ。よちよち歩きのお前らとは異なる存在になった。もう、編集済み。にこびへつらったり。あのクソ野郎に。データ削除済み。されることもない。お前らに指図される筋合いもない。俺はあのスクラップにもう一度会って、さらなる高みを目指すのさ。博士、あなた以外の SCP-365JP-1 が SCP-365JP に再び接触してどうなったかは、すでにお話ししたと思いますが、SCP-365JP-1-24、ああ。博士、あれが、さらなる高み。SCP-365JP-1-24、いいや、そいつらは間違えたのさ。違うな。そいつらは再び選ばれて、振るい分けられたんだ。試験で高得点を取れずに不合格になった学生みたいにな。俺はそいつらのようにはならない。俺はアップデートされるんだ。博士、なぜそのように断言できるのでしょうか。SCP-365JP-1-24、俺は選ばれたからさ。録音終了。事件記録 365JP、インシデント、02-2000年月日、サイト、8181の管理システムの一部がダウンし複数の収容違反が発生した事件の際、前述の SCP-365JP-1-24が封じ込めを突破しました。対象は逃走中に SCP-JP を奪取し、数名の機動隊員を殺害しながら SCP-365JP の収容室に到達しました。システムの不調により現場は騒然としていましたが、SCP-365JP-1-24 のものとされる音声記録はかろうじて残されていました。以下はその内容です。音声記録 365JP-20。録音開始。SCP-365JP-1-24、判別不能。ぞ、俺は、さあ、早くしてくれ。時間がない。SCP-365JP-1-24、おい、早くしろよ。もたもたしてんじゃねえ。何のために、判別不能。てめえが撒いた種だろうが。それは責任逃れ。判別不能。クソ野郎。俺は選ばれたんだぞ。てめえに選ばれたんだ。ここまでどれだけの、破砕音、悲鳴。アンノウン、お前は、判別不能。SCP-365JP-1-24、絶叫、助け。アンノウン、お前は、失態、だ。SCP-365JP-1-24、絶叫。アンノウン、失敗だ。録音終了。この後、収容室から SCP-365JP-2が出現し、機動部隊補、9によって2名の犠牲者を出しながらも終了されました。DNA 鑑定と、編集済み、の結果、SCP-365JP-1-24 の変異体であることがほぼ確定しました。この案件の後、SCP-365JP-1 の収容手順はさらに厳しい基準の下に改定され、現在まで利用されています。ログに残されていた正体不明者の所在は現在まで判明していません。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。